あれ、ネットで格納庫のセキュリティシステムを設定してて、もうすぐ終わるとこなんだが、気になることがある。ネット仲間のペネロペが悪い噂を聞いたらしい。某ライバルチームが僕らの格納庫に侵入するかもって。ライバルチーム？ここに？だから設定が完了するまでそこで見張っててくれると助かるんだけど。恐れるな、頭脳派少年よ。俺の拳があればここは安全か。調子はどうや。わてはメサシティを忘れてはおまへんで、あんたらの飛行機をボロボロにして借りは返させてもらいますわ。お前一人やろ。どないする気や。一人？そうやったなあ。大金を払ったんやから、やつを始末してくれや。早捕まえんかい。誰がどう支えてると思ってんねん。なんちゅうこっちゃ。たこ焼きにしてるわ。いい加減にせえ。一日中相手したるで。いった来い。わしは鉄壁なんや。おお、溝落ちに直撃。これで終わりや思ったら大間違いや。分かっとんのか、このアホのたこ焼き野郎。これは最悪の一日の始まりなんや。ちょっとでセキュリティシステムが作動する。軽くテストしてみるからね。左スティックを動かすとセキュリティのモニターを切り替えることができる。セキュリティをテストしよう。三角ボタン、丸ボタン、×ボタン、または四角ボタンを押すと下水道に仕掛けた罠を作動させることができる。でも一度作動させるとチャージに数秒かかるみたいだな。ちゃんと作動してるみたいだ。ちょうど間に合ってよかった。マーレ、見張りが来る。罠をすり抜けたやつをやっつけてくれ。了解。クーパーの機体を赤ん坊のように守ってみせるぜ。食い止めたぞ、マーレ。でももっと大勢やってくる。しかも爆弾を持ってるぞ。
マグショットが筋肉で俺たちを脅そうとしても無駄だ。奴には力も迫撃砲もあるらしい。援護を要請した方が良さそう。彼女が無線の周波数を監視してくれてればいいんだけど。ペネロペ、聞こえてる？応答して。聞こえてるわ、ベントレー。ああ、初対面の気まずさに近いものがあるね。でも、あなたたちの格納庫が攻撃されてる。ブラックバラウンの手下が雇った連中よ。心配しないで。裏切り者たちに飛行機を傷つけさせたりしない。リモコンヘリの準備はできてるかな？もちろんよ。もうすでに配備済みよ。君はなんて最高なんだ。まあね、ホームページにもそう書いた。大丈夫、裏切り者に格納庫は手出しさせないから。あ、待って、ヤンク86をつけたばかりで説明書をまだ読んでないの。扱い方わかる？もちろんさ。バツボタンを押してケーブルで見張りを引っ掛けて吹っ飛ばすんだ。矢印を追って敵を探せ。 R1 ボタンを押してエンジンを吹かしてブーストするんだ。 OK、 あの連中にブラックバロンを裏切らないように教えなきゃ。何回か引っ張る必要のある敵もいる。力を最大限にするには一方向にブーストして引っ張ってから向きを変えてブーストすること。ええ、連中は手強いわ。ペネロペ、戦車が来るよ。あいつらに格納庫をめちゃくちゃにされる。矢印を追って敵の位置を確認してくれ。了解。かなり頑丈な戦車だから前後に数回ブーストしてみて。大したことなかったわね。高所恐怖症じゃないわね。聞かなかったんだから。